でしょこれもしもしあもしもしはいあの覚えてますか自分のことあ覚えてますよはいあ本当ですかはいなんか今回もいろいろとオタクのことを言おうかなと思ってえジャニーオタのそうですマジではいいいですかあれ元ジュニアの子だっけあそうですそうですだよね はい、あのー、バレンタインデーにチョコもらったらこう中に生理入りの血が入って生理の血入りのチョコレートだったみたいな、ね、そうなんですよやつだよねはい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 ちょっと教えてよいろ,いろあの僕京セラドームのコンサートに出たことがあってはいその時にあの入り待ちとか出待ちとかって結構いるんですけどうんうん出待ちが相当ひどくて、うん、例えば こうまあ、ある出口からジュジュニア入るんですけどその出口から出たらもう,もうダッシュしてまでついてくるっていうええー、っだから言ったら京車ドームから僕大正駅に行くんですけどうんうんそれを大正駅まで走ってるんですけど走ってついてくるんですよえー、<laughs> なんか鬼ごっこみたいな感じで走ってくるのそうなんで,すで僕そんなにあのなんかもう変装とか何もしてなくてうん そんなに売れてなかったんです僕自身もはいはいもう知ってる人は知ってるみたいな感じだったんでうんその人すごくこうやらかしってやらかしなんですよね多分同じ電車乗ってくるぐらいなんではあちなみになんかその女性っていうのは可愛いのブサイクなのなんかハーフの人ですね結構その有名な人らしくてえハーフってことは可愛いんじゃないのいやどうなんですかね僕が本当に中3の時だったんであああんまり覚えてない感じだなのそうなんですようん そうなんですよ怖いなえで次はコメントに名前載ってるんですよねその人の名前が <laughs>、まあ、でその人何ハーフのジャニオータってだけであ,あいつだってかんないハーフかどうか分かんないハーフかどうか分かんないんですけど<え>ハーフかどうか分からないけどハーフっぽいジャニオータであの人じゃんって<あ>分かるの<う>ジャニオータすげえで大正駅ま逃げてうん 電車乗ったんですけどはいはい電車にまでついてくるっていう <laughs> 電車の中も電車の中もですえ何えそれは自分が降りる駅もいやだから僕ジュニアの子だと帰ってたんですようんうんで行くじゃないですか乗るじゃないですかみんな逃げるんですよやっぱりええーで乗って僕島宮駅 で降りたんですけどうん、うん、その時にもう一人中年の子がいて、うん、その子のことがめちゃめちゃ好きみたいなでは<ー>であもう一緒に降りてきましたねでもしかしたら家までついてこられたのかなかもしれないですねうわ <laughs> だから本当にあのプライバシーの侵害というか家までついていくるのはさすがにやめた方がいいなとは思いますストーカーだよね自分、まあ、まだやっぱりその好きだから なんかちょっとこうあ,ありがとうございますってなるんですけどやっぱりその売れてる人たちからしたらもう多分めちゃめちゃしんどいと思うんですよね <laughs> まあ確かにね昔あのジ,ャニオタのあジャニーズのさ住所とかさ連絡先がこう載った本が発売されかけててそんな怯えるよねだからもう言ったらねラインの QR コードもばらまかれてるって言ってたんで、えー すごいなんかわいそうになんかバイバイされてるんかな LINE の u r コードがなんかお金が回ってんのかなかもしれないですね、えー、だから今も知り合いの子まだ地に入ってる子いるんですけど、うん、その子からも結構ちょっと本当にヤバいやついるんだけどみたいなふうに言われててちゃんとこう応援してくれてる人に対してはすごくありがたいと思ってるらしいんですようん、うん、その人たちも でもその何かしてくる子がいるから、うん、自分もされたことあったんで怖いなと思いながらはあマジかはい怖寒気がしてきたな鳥肌立ってきたんだけど <laughs> なんか話聞いてると何か別にさあのホラー系の怖い話じゃないのにさ、はい、鳥肌立ってきた <laughs> うん怖 なんでだからその松竹座とかも松竹座っていうとこあるんですけどそことかも結構なんかもマナー悪すぎてあの入り待ちで待ちも禁止になってる感じなんでそうなんだマナーをよくすればそれぞれの対応してもらえるのになっていうふうに思いますあかりましたすいませんありがとうございますなんかはいすいませんありがとうございました失礼します